どうも、中田敦彦です。さあ、今日も早速参りましょう。エクストリームコミックス。デスノート編エルとキラ。さあ、やって参りましたいや。今回なんと初のですね、このアバターでの授業。来ましたね。こんな顔になってたんだなと。 ということのですね、衝撃をまず処理したくて、デスノートの解説いきなり始めないでくださいという皆さんの声も聞こえるんですけれども、まあ、とりあえずね、アバターになるよっていうのはね、まあ、それはそれでいいとして、まあ、ちょっと味わっていただくとして、まあ、慣れます。簡単に言うと慣れます。すぐ慣れる、この顔にね。うん、何その顔って思うかもしれないけども、逆にね、あと2、3年しはねあの、この顔じゃない素の顔出すときの方が恥ずかしいし、あ、素こうだったんだ、なんて言われるようになります。ね。メガネとかヒゲとかと一緒ですね。 メガネ最初かけるの緊張するんですけどね。うん。冷クしてメガネ外すときの方が緊張しちゃったりしてね。うん。なんかこっちの方が自分じゃないみたいみたいなね。うん。そういうのよくあるじゃないですか。ね。そういうもんだと思っておりますので、まあ慣れていただければと思います。そして、今回顔を隠すっていうこととですね、非常に親和性の高いこのテーマ。きましたよ。エクストーリーコミックスね。まあ非常に人気高いんですけども、その中でもね、僕がとにかく大好きな作品、このデスノートを今回は取り上げたいと思うんですね。 まあ、デスノートはなんとですね、連載されてたのいつ頃か覚えてますか知らないってこともいるかな ?2003 年から2006年なんですよ。なのでもう20年近く前になっちゃうんですね。えぇ、ー、デスノートってそんな前だっけというのもね、わかるの。なんでかっていうと、映画化が結構されてたりとか、舞台化されてたりとか、結構ね、ずーっとリバイバルされてるから、いつまで経っても最近の作品のような印象があるっていう人もいるんだよね。 それぐらいね、衝撃の作品でした。デスノートが大きく歴史的に画期的だったポイントっていうのが3つあるんですよね。それを中身の解説とかストーリーの説明の前に紹介して、1個はまず、圧倒的に非ジャンプ的だったってことですよね。週刊少年ジャンプというね、 この連載漫画雑誌のですね、まあ、金字塔というか、まあ、ど、ど真ん中。ね鬼滅の刃とかもジャンプですよ。ドラゴンボールとか、ワンピースもジャンプですよ。そんな歴史を作ってきたジャンプの中でも、最も非ジャンプ的。つまり、ジャンプっぽくない作品の中で、最大にヒットした作品と言えるんじゃないですかね。非ジャンプ的。じゃあ何がジャンプ的かというと、基本的には、努力、友情、勝利。 を中心とした明るく前向きなバトルモンですよね。とにかく戦って戦ってみんなと何か勝利を得るっていう。それの逆ですよ。努力、友情、勝利の逆ですよ。ね。努力の逆って何ね。才能。最初から才能があるんだよ。一切努力で成長していかないの。最初から完璧な主人公なの。 努力、友情、友情の逆は何もちろん裏切りだよね。才能がズバ抜けてる奴が裏切り合うっていう話。その上で努力、友情、勝利。そう、勝利の逆は敗北と挫折なんだよ。これは二人の天才が、花から天才であり、その天才が二人とも裏切り合い、騙し合い、そして二人とも不幸になるって話なんだ。 とんでもない話だよ。努力友情勝利の真裏真裏真裏を言って大ヒットを言った。これがデスノートの圧倒的に他と違うところなんだよね。しかもこれなんと全12巻。短いと思いませんかジャンプでヒットしたらね、もう無限の命を手に入れろと言わんばかりね。フリーザが死んでもこいつがいる。こいつが死んでもこいつがいる。ねえ。本当にね、インフレーションを起こして。だってワンピースだってまだ終わってないからね。 ええー、最近ね、鬼滅の刃ここで終わんのなんてことが衝撃だったっていうのはありますけれども、基本的にジャンプのヒット作って長く続くのがね、基本だった時代になんと12巻で終わってるんだよね。ただ12巻で終わってるのって聞いて今意外だって思った人多いと思う。なんでかっていうと、むちゃくちゃ濃密だから。実はね、これ濃密なサスペンスドラマになってるから、他のジャンプ漫画と違ってバトルシーンで薄めることができないんですよ。 戦って戦ってこの1話終わったねとか、蹴ったり殴ったりして3話終わったねって言えないわけ。頭脳戦だからびっしり文字で埋められてんの。もう読むのも大変。天才と天才の思考を追いかけるだけでもう頭ショートしちゃうっていう人もいっぱい続出する。それぐらい濃密でスリリングな12巻だけの短いサスペンス。でもな濃密だからこそ長く感じるんだよね。で、これ2つ目のね、この 画期的ポイント。一つ目は非ジャンプ的だとしたら、二つ目は、これ、実写映画も大ヒットしたってことなんでね。これ、他ないでしょドラゴンボールの実写映画って大ヒットしてないよね。どうハンターハンター、悠々白書、ワンピース、実写で大ヒットする気配がないよね。なんでかっていうと、やっぱりそれは、ちょっと上記を意識したバトルンだからなのよ。能力バトルになりがちだからなの。 でもこれは濃密な日本を舞台としたサスペンスだったんだね。だからこそ映画にしやすかったし、映画にした時も一切クオリティが損なわれないぐらい筋書きが面白かった。だからこれは実写映画としてもヒットしたという稀有なジャンプ漫画なんだよね。これがすごいですよね。そして三つ目のエポックメイキング、画期的なところ。それが原作と作画の コンビ体制でで作作らられてヒットしたという代表作だからなんですねやっぱりそれまでのジャンプ漫画ってね鳥山明とかねやっぱそういうさね富樫先生とかねそういうもう井上剛彦とかねやっぱそういうさもう一人の天才荒木呂彦とかねもう,もういいかね天才がずらずらといるんだけどたった一人の天才によって作られてきた、まあ、芸術作品だったわけだよね。 それがなんと筋書きを考えたのが大場つぐみ先生。で、作画を担当してたのが小畑武先生。二人のタッグでなんとこんなものを作っちゃったんだという、原作作画っていう、いわゆる原作もの漫画っていうものがあるんだってことを世に知らしめた、初めての作品だったかもしれないですよね。ここもすごかったんですよね。まあ、初めてって言っちゃうとね、あれはあれはって言われちゃうんだけど、もうごめんなさい。初めてではないです。初めてではない,な,ないんだけど、ある世代にとっては、 やっぱ衝撃をくらったこのコンビ体制このコンビ体制が初めてでかのように衝撃を食らわせたのはなんでかっていうと実はこのコンビが次に発表した作品がキーなんだよね。うん、デスノートの次に「バクマン」っていう漫画を発表するんだけどもそれこそがまさに「デスノートはいかに作られたか」のドキュメンタリーであるかのように原作と作画で漫画をしかもジャンプっぽくない漫画を作るってどういうことっていうもの自体をエンタメ化した。つまりデスノートっていうのは作って た過程とかその作り方すらもヒット漫画になるぐらい衝撃の事件だったってことなんですよね。だからバックマンってのはデスノートの作り方がヒットしたって、それバックマンもヒットしたもんね。アニメでもヒットして映画もヒットしたでしょ。それぐらいデスノートがすごかったわけですよ。 そんな画期的な3つのポイントねえ非ジャンプ的で実写も大ヒットして原作作画もコンビで作ったこれぐらいのね衝撃を食らわせたデスノートがどんな筋書きだったかこれ読んだことがない人にもザーッとエクストリームになって面白いなと思わせて絶対に原作漫画買おうと12巻だったら古本屋に書き込むもよしねえでも印税がいかないから古本屋じゃなくて原作買おうぜってね うん。言う人はもう原作買ってください。電子書きで今すぐ買いたいって言ってもいい。とにかくデスノートをもう一回読みたくなるように僕は話します。しかも、いいポイントをギュッとして、ちょっとここは難しすぎるかもっていうことを解説したり、省いたりしながら解説します。はい。そして、読んだことあるよっていう人もね、ああ、なるほどなと、こことここがなるほど、うん、思い出したかった。そういう風なね、あの、お話をしたいと思います。そして、すべての筋書きを全部、喋った後にね、 中田はこのデスノートを一体どのように考えているのか。僕はこのデスノートの筋書きがヒットした中身的な理由。二つ考えてます。二つ中田の分析でこの、この二つの理由があったからデスノートの筋書きが面白かった。今解説した三つのポイントはデスノートの外側の画期的さ。 中川の画期的さ2つを最後に解説したいと思いますので、デスノートの筋書きも知ってるよって方もこれから聞いて楽しんでいただければと思います。じゃあ早速行きましょう。デスノートのお話、始まり、始まりでございます。いやー、このお話は面白いんだよね。もういきなり最初からですね、天才高校生、八神ライト。 彼が主人公なんでね。天才高校生、八神ライトですよ。夜の神の月と書いて、ムーンだよ。月と書いてライトと読むっていうね。もうすごい名字が難読で珍しい名字なのに、名前の方もキラキラネームっていうね。もうとんでもない夜の神の月でね。もう新宿の歌舞伎町でナンバーワンやってないと辻褄が合わないという名前なんですよ。夜の神の月、八神ライトというこの主人公がね。 まあ、これ、天才なんですよ。もう、頭がむちゃくちゃ良くて、東大受験したら絶対受かっちゃうよっていう高校生。ね。その高校生はね、ある悩みがあったんだよね。天才すぎて退屈だったわけなんだよね。退屈だなと。テスト受けたらね、もう満点取っちゃうし、東大受けたら受かっちゃうよなんていう中で、退屈だなと思って空見上げてたんですよ。すると何かが校庭にパサッと落ちたようなのが見えてたんだよね。 で、授業終わりにそこにね、近づいてみた一冊の黒いノートを拾ったっていうわけですよ。ねえ。なんだこれ気持ち悪いな。黒いノートがね、高校にのさあ、校庭に置いてあったら気持ち悪いじゃん。ね。でも拾うわけですよ。退屈だから。そしたらね、デスノートって英語で書いてあるんだね。うん。で、どうやら英語でいかがわしい何かが書いてある。ちょっと家に帰って読んでみようと思って読んでみるんですよ。するとそのデスノート英語で解説が書ね、説明が書いてあるんだけど、その説明が恐ろしいんだね。 こののノートに名前を書かれたものは死ぬ来ましたよ。なんだかこれ、なんかチープな怪談話みたいじゃないかっていうね、そんな始まりですよ。ね書かれたやつが死ぬこれで面白い漫画始まるかなって読者はね、ええー、なんて言って前打つ場で見るわけですけども、それをね、主人公もそう思うわけ。ね何これ気持ち悪い、いたずらだろって思うんだけど、ふっとね、もし本当だったらどうしよう思うわけですよ。 退屈な天才はですね、暇を持て余してちょっと名前書いてみたくなるわよね。で皆さんもちょっと想像してみてくださいよ。名前書いてみようっていう時に誰の名前書くまず真っ先にね、自分の名前書く馬鹿いないよね。よし、試してみようとか言ってね、中田敦彦、キューンとかなったら嫌じゃない、ね。そんなバカじゃないわけですよ。ね。で、身内死んでも嫌でしょ友達が死んでも大騒ぎでしょどうしたもんかなあと罪悪感もあるじゃないだからどうしたもんだろう。罪悪感もなくて自分とは直接関わりがない。そういう人を、 殺してみてはどうだろうってね。そんな時にテレビがパッとついてるわけですよ。そしたらね、ニュースがやってたんだね。新宿で、ね、通り魔事件を起こした犯人が、幼稚園立てこもってるって言うんだよ。通り魔犯が立てこもってんだよ。それでもう大騒ぎになってんの。ええーなんて言われて。 通り魔だからもう何人かやっちゃってる。殺しちゃってんのよ。しかも立てこもってるからこいつはもう今すぐ死んでくれた方が社会のためになるわけ。うわー怖いよ。警察突入して、捕まえて、ね、犠牲者出さないで、そんな中、ふっと書いてみよう。こうなるわけですよ。その立てこもり犯の名前と顔が出てるわけだよ。ね。これポイントなのがこの顔も出てるってことなんだね。なんでかというと、このノート、説明文の中にね、 もちろん、名前っていっぱい被ってる名前やるね。山田太郎さんなんて書いてね。いろんな山田太郎さんが一斉に死んだら大ごじゃないそうじゃないんだよ。これは、その人の顔が分かってないと意味ありません。そしてその顔を思い浮かべながら書くから、その人だけが死ぬっていう、顔と名前が分かっていれば、その人を容易に殺すことができるという条件のノートだったんだね。うん。だから、顔写真付きでね、凶悪犯ですから報道されてたんだね。 顔写真と名前が出てるわけ。ねえ。こいつが立てこもってます。よし、これだ。条件に合う。ね、しかも、こんな奴は社会役だから殺したって罪悪感は生まれない。よし、行くぞ。殺すわけですよ。ささっと書いて。どうだこれね、書いたら、書かれたものは40秒後に心臓麻痺で死ぬ。そういう条件なんだね。特別な死因を書かない限り、名前だけを書けば、 40秒後に心臓麻しで死ぬ。ここも秀逸だと思いませんなんか特別な変な死に方ね爆発しながら死ぬとか言ったらさ、なんだーってなるけど、心臓麻痺だったら、あ、持病があったのかなとかっていう風な感じで、言ったら完全犯罪できるわけですよ。誰かに殺されたってのはわかんないよね、心臓麻痺だから。しかも40秒後ですからすぐ確認できる。パッと見た。すると、その立て森も犯が、おっと立て森も犯が、今、倒れました。警察が土地の用します。 いやでももしかしたらこれ偶然かもしれないもうこれ明らかにこの相関関係は今あるだろうけど偶然かもしれないと思ってドキドキしながらドキドキしながらコンビニ行くんだよねそしたらちょうどいい感じでもうヤバそうな男が女の子をね嫌がる女の子をナンパしてんの「おい姉ちゃん!ね」ねおい俺と一緒にさこのバイク乗らないなって言うわけね うん、このバイク乗ってさ、ちょっと、あのご機嫌なことしようよ、なんつって、女の子が、やめてください、なんて言ってね、うん。あなた誰なんですか、なんて言ってね。うんまあ、そこが、あのー、本当かって思うんですけど、あの名乗るんですね、その男がね。俺は渋い丸拓雄って言うんだよ。早く乗ってくれよ、姉ちゃん。渋い丸拓雄っていう、まあ、非常になんかあるんだかないんだかね。渋い丸ってなんだよって思いながら、渋い丸って言われたら、大体字はそうだよね。 渋谷の渋に井戸の井に丸、四角の丸だろうな。あとはタクオだな。ふっと思うわけだよ。それコンビニで立ち読みをしてるふりをして、ね。この八神ライトが書くんですね。渋い丸タクオ渋い丸は統一して、クオを少し変えて何個か書くんだね。したら、顔は分かってるから名前さえ当たれば、ドンピシャで心臓麻痺にできるでしょ 何個か書いたわけですよ。7個、8個、バーって書いて。パって見た。すると、ね。その、渋い丸拓を。ちなみに、死因も書けるらしいから、彼バイク乗ってたから、事故死って書いておくわけよ。渋い丸拓を、事故死。渋い丸拓を、事故死。渋い丸拓を、事故死。パって見たら、おい、姉ちゃん、おいなんつって。姉ちゃんがね、お姉ちゃんがこう、バーって逃げる。それを追いかけようとして、バイクがよろめく。そして、バーっと走ってきた対向車線のトラックに衝突して、 うわあ事故だー死ぬんですね。間違いない本物だね理屈としてはね、女の子、嫌がる女の子をナンパしようとしてた悪党だから殺したんだよ。悪党を殺して何が悪いんだそう。矢神ライトはですね、悪党を殺せば、それは社会のためになる。そういう考え方を持ってる男だったんだね。 このヤガミライト、知能が高いだけではなく、特別な思想を持っている、それがこのヤガミライトの最もコアとなるキャラクター性なんですね。ヤガミライトのところにある時ですね、ポンってね、後ろから肩を叩かれるんですね。部屋なんですよ。自分の部屋でね、デスノートを書いてね、その後眺めてたんですね。そしたらポンって肩を叩く者がいた。家族かないや、違う。後ろを向いたらそこにいたのは、死神だったんです。 来ました。死神も出てくるパターン。その造形たりはね、今まではドクロの顔に、なんかね、こうマントとかパーカーみたいな,なんでね、これなんか羽織っちゃってて、で、釜持っちゃってるみたいなね。それがいわゆる死神のビジュアルだったでしょ違うのよ。この死神、ね、名前もあるの、リュークっていう名前で、非常になんだろうね、こう、ビジュアル系バンドなのかなっていう見た目 らもうそのベルトは絶対クローブハーツだよねっていう、すごいこう、なんだろのわかんない、マリリン・マンソン的なね、白塗りのビジュアル系の人かなと思ったら、浮いてんだね、ちょっと浮いてんだね、あと顔が、面長の人っていうには、胴う超えてるっていう長さなの <laughs>、胴う超えた顔の長さの白塗りの人が、ビジュアル系バンドみたいな格好をして浮いてたんだね。 これがデスノートの世界の死神なんだね。うん、お前誰だと。ね、俺は死神だと。来るわけだね。リュークって言うんだぜって来るわけですよ。お前驚かねえな。言うわけですね。いや、来ると思ってたよ。リューク。こうなるわけですね。俺は確信してた。このノートが本物だって。ほら見てくれよ。ってノートをパッて見せるとですね、もう、一人二人じゃないよ。 っっしり人の名前書いてあったのおー、面白いじゃないかと。ね。龍クは言うわけですね。今までこのノートを手に入れたものは、まず、一人二人は試しに殺すが、そこからは罪悪感に苛まれて、そんな風に人を容易には殺せねえんだ。そういう、そういうノートだった。ところがどうだこんなに、大量に、 短時間で殺したのはお前が初めてだ。言うわけですね。びっしり書いたのを自慢げに見せてくるんですね。このリュークってのは不思議な死神でね。このね、リュークはどうやってこのノートを落として、ガ神ライトに渡したのかっていうことをこの二人で会話するんだね。このリュークってのは死神です。で死神っていうのは人を殺してその寿命を吸い取って 自分の寿命命にすするっていう生命体ってていいうう生体設定なんですよそうらしいんですね。で、この死神ってのは人を見れば死神界から人を見てるんですね。下界を見て人を見る。人を見るとですね、死神の,との目は特殊なので、その人のね、顔を見ればです、ね、寿命が分かるんですね。したら残り寿命より少し手前で自分が持ってるノートにそいつの名前を書くんです。そいつの名前と寿命が浮き出て見えるので、死神は。名前と残り寿命を少しかなっていったところでね。 ちょっといただくっていう。そういう生命体。だけど、死神っつってもいろんなやつがいるから、間抜けな奴がいるんだね。間抜けなやつがね、ノートをなくしちゃって、どっかに行っちゃった。それをですね、リュークはくすねてですね、自分のノートと、その間抜けな死神の2冊のノートを持った。その2冊目の浮いたノートでなんか退屈しのぎができねえかな。そう。実はこのリュークっていう死神も、退屈を持て余してるっていうところがポイントなんですね。この、矢神ライト。 体屈を持て余した天才と、体屈を持て余した死神がノートで出会うんだ。そう。人間界に落としたら何か面白いことが起きるかもしれない。落としてみよう、バサたまたまだ。別にヤガミライトに渡したわけじゃない。たまたま拾ったのがヤガミライトだった。だからそいつは今まで想定されてきた。人間界に今までも何度か落ちてしまうことがあった。事故の時もあったし、いたずらの時もあったかもしれない。でも、そういった時人間ってのは大体、 恐る恐る名前を書くんだけど、そこからはもう震え上がっちまう。それが普通だった。それがこいつはどうだびっしり書いてるじゃねえか。ほう、どうしてそんなびっしり書いてんだそこから、ヤガミライトの演説が始まるんですね。ええ。この世には法律やいろんな制度があるが、悪人はずーっといなくならない。これはどうしてなんだと。ね。裁き方がおかしいんだよ。そうだろう 法は不完全じゃないか。しかも本当の悪党は捕まらない法律と来てる、ね。こんな薄汚れた世界で俺はこのノートを手に入れたんだ。俺ならこのノートでつまらない自分の利益のための殺しとか恨みのための殺しなんかはしない。俺はこのノートで世界を一掃してみせる。 世界から悪をなくすっていう実験が俺はやりたいんだ。俺ならできるよ。なんでってむちゃくちゃ頭がいいからだ。退屈なくらい頭がいいから、うまくやってのける。そこから俺が何をしたと思う凶悪犯の名前をびっしり書いてあったんだ。ね凶悪犯がどんどん死ぬとどうなると思う 終身刑になってる脅迫犯。死刑囚になってる脅迫犯。もっとも死刑囚って言ったっていつ死ぬかわかんないから死刑囚でもまだ生きてるっていうね。そういう犯人もいるんだよ。ね。終身刑じゃダメだろう。被害者のね、声は届かない。ね。そういう悪党たち。それがバーッと心臓麻痺で死んでたらどう思うさすがに気づく奴がいる。悪党を誰かがさばいてるって。悪党を神のような存在がさばいてるんだって。 だからもうこれからは悪事は法で法から逃れたって絶対に裁かれるそういう世界になればどうなると思う悪事がなくなるんだよそう俺はこのノートでつまらない殺しはしないよ僕はこの新しいルールに基づいた新世界の神になるそれを言うんですね それを見たリュークはものすごい真面目な意味になるわけです。退屈で退屈でしょうがなかったノートを人間界に落としたらそしたらどうしたこんなクレイジーなやつに拾われたんだぜ。人間って面白ってなるわけですね。人間って面白ってなって、おい、ライト、お前に協力しよう。こうなるわけですね。 中立、あくまで中立な立場だけど、お前に、ねお前のやりたいことを見守ってやるよ。こうなるわけですよ。そして天才はノートにびっしりと凶悪犯の名前を書き始める。ここからですね、世界中が騒然とするんですね。どうなってんだね国際警察の会議でですね、もう、この謎の、謎の死に方で、ね し、もう留置所とか刑務所にいる凶悪犯がバタバタ殺されてる。原因は分からない。これは明らかに犯罪だ。明らかに何者かの意思によって殺されてることは間違いない。ただ、全く理由が分からない。何の手口かも分からない。刑務所の中にいるバラバラの殺人犯とか、バラバラの凶悪犯が、どんどん心臓麻痺で死んでる。これ、全く意味が分からない。大騒ぎになるんです。悔しいが、こうなったら、 あいつに頼むしかないなるわけですね。誰だ誰だって。もう100人以上死んでる。あいつしかいないってなるね。だ、誰なんですか日本の警察も言うわけですよ。ね。そしたら、ね、日本の警察が、彼だ。彼が出てくる。ね。それが名探偵 L なんですね。世界的な謎の名探偵 L。彼が解けなかった事件がない。 もう国際警察がもうお手上げでーすってなった事件をすべて L が解決してきたんです。もう世界の最高の頭脳 L、無敗の L が出る。ここからが面白いんですよ。ね。その L のね。 この執事のような渡りって男が国際警察の会議場に来るんですね。で、バッてパソコンを開くとそこには L の文字が出るんですね。顔も名前も正体不明です。もちろん警察にも明らかにならないその L が言うんですね。これは未曾有の世界史上最悪の殺人事件です。警察の皆さん、私はこの犯人を必ず捕まえます。どうかご協力ください。特に 日本警察の皆さん。言うわけですね。日本警察がびっくりしてるわけです。え日本警察実はそこからですね、L の大作戦が始まるんですね。L が日本警察の皆さんと言った。その秘密がもうすぐに明らかになるんですね。なんとですね、こう、ね、ヤガミ・ライトはですよ、何人も何人も殺して、うわーってなってて、警察が大騒ぎになってる頃、それがですね、大衆にもですね、広まってきたんですね。 なんかすごい謎の裁きが下されてるらしいぜって。凶悪犯ばっか死んでるから、これって正義の味方なんじゃないいわゆる、ライトの思惑通り、凶悪犯の犯罪、凶悪犯罪が少し減り始めて、ね怖くなっちゃってみんな。それでこれは謎の正義の味方がやってる、いいことなんじゃないかって思う一派が出てきたのわけ。 そしてその思う一派がネットで、インターネットですね。もうそれを盛り上げてるわけですよ。ね。これは、ね。正義の救世主がやってることなんだ。救世主の名前が名付けられてたんですね。誰かしらが名付けたんです。殺人者。それキラーって言いますよね。キルで殺人ですから。キラー。そのキラーから来た。キラっていうね。キラ様が悪を殺してくださってる。 キラ様伝説だって言ってですね、キラキラって言って、わーって、アンダーグラウンドで大騒ぎになった。ね。それを見てライトは喜ぶわけですね。ふん、キラか。センスの名前だがもう悪くはないかな。うん。俺の思惑通りになってる。だろこの僕の思惑通りに、凶悪犯がこうやって、犯罪率が減ってるわけじゃないか。こうやってカリスマみたいになってるんだよ。そのキラの正体こそが俺なんだ。 そう5万円つになっている時にですね、テレビ見てたらですね、テレビがパン緊急生放送ですニュースに切り替わるんですね。んなんだしたらですね、そこに一人の男がね、座ってるんですね。そこの男にですね、の名前出てるんですね。私はリンド・エル・テイラーです。リンド・エル・テイラー。ね、名前と、そして顔を出してですね、そのリンド・エル・テイラーなる人間がですね、この 昨今騒ぎになってるキラに対して宣戦布告をするんですね。キラは決して救世主なんかじゃない。大量殺人犯だ。私は世界的名探偵であり、このキラを必ず逮捕する。そういう宣戦布告をテレビの生放送でするんですね。これにはですね、矢が未来とものすごく腹が立つわけですよ。プライド高いんですね。 いや、やってくれんじゃないと。<laughs> リンド・エル・テイラーさんいや、知りませんけど。<laughs> いや、ごめんなさい。バカでしょと。顔、名前出てますやん配信だー言うてですね、ノートにさらーっと書くんですね。リンド・エル・テイラーって言ったらですね、はい、40秒で、40秒で、心臓麻痺でーすと思ってですね、テレビ見てるんですね。ワックワクですよ。<laughs> ウ,キウキウキウッチングしてるんですね。 そしたらですね、あーっとか言ってですね、リンド・エル・テイラーがバターンって倒れるんですね。その視聴者もですよ、もうスタジオも騒然とするんですよ。うわーやっぱりキラーは、手を下さずに人を殺せるんだそれが証明された瞬間でしたね。死んだそしたらですね、音声がザザッって切り替わるんですね。まさか本当に手を下さずに殺せるとはな。おい、キラー聞いてるかね。リンド・エル・テイラーは死んだ。 だが、リンド・エル・テイラーというのは、全くの、別人だ。エルという世界的探偵ではない。今日この日この瞬間に死ぬ予定だった死刑囚に、この役を代わりにしてもらっただけだ。だが、エルという存在は存在する。画面が変わってエルって文字になるんですね。ふ、ふぅ、ね。さあ、どうだ、キラ。今私は殺せるのかこれでですね、 ぐーわーっと、この矢が見られたら悔しいんですね。なあね、顔がわからないと殺せないんですよ。まざ、むざむざと、この自分がですね、もう、ピエロのように扱われてしまうんですね。生放送でね。そして、キラ、どうやら殺せないみたいだな。そうか。私は、殺せないか、キラ。 そしてですね。キラ、ーお前は関東地方にいる。ここまで明らかにされちゃうんですね。なんでと。なんでと。なんでわかったの現在この放送は日本の関東地方でしか放送されてない。はぁー。ローカル放送 <laughs> やりすぎ工事みたいな、それ。ローカルの放送だったのよ、これ。テレ東だったの <laughs> なんでこれば、かんなかったかというと。 始まった瞬間に全世界同時中継ですって嘘つかれてたんだね。全世界同時中継ですって言って、このリンド・エル・テイラーは外国の人で、で、日本で通訳して日本語で放送されてたから、あ、これはいつ殺しても全世界でバレないじゃーんって思いきや、なんと、最初からこれ日本の関東地方なんじゃないって、エルが目星をつけてて、ね、もし関東地方じゃなくても順次、 ローカル放送を今度は大阪とか今度は福岡とかでやってこうってそれの関東地方で井の一番やったらいきなりやったからはい関東地方を決定ってこういうになったわけですねいきなりいきなり関東地方限定されたんですよそして警察とかがもう騒然とするんですエルエル天才だとは聞いていたがまさかこれほどの天才だとはこのエルが証明したことは凄す,すぎるまずキラが手を下さずに 人を殺すということをまず証明し、それが関東地方にいるということを証明した。この二つを同時に世界的に証明したエル、天才中の天才だ。彼に協力して、このキラ事件を解決しようと警察たちがうわー大騒ぎになるんですね。日本の警察の皆さん、ご協力ありがとうございます。エルすげーうわーなるんですね。 ただこの矢ミライトは矢ミライトでですね、ふざけんじゃねえぞと。この L を絶対に殺してやる。こうなるわけですね。この L 対ライトの一騎打ちになんと1、2話でもう持ってかれちゃうんですよ。今お話したこと、なんと1話、2話なんです。こんな怒涛の展開が1話、2話で、ええー 早いんですよ。皆さん思いませんでしたデスノートがとんでもない天才に渡ってで、しかもやばい思想の持ち主なんですよ。で、情報は不完全なんですよ。このデスノートっていう存在はライトしか知らないんですよ。無敵やん。<laughs> いや、無敵やん。はい、地球終わった。みんな思いました読者。はい、地球終わった。ね。はい、全員死んで、もうそのライトの都合のいい世界ができて、 ちゃんちゃんっていう、っていうやつんでしょって思ったのね。ところがなんと一瞬にして追い込まれるんですよ。別の天才によって。このキラっていうものがいかにやばい天才かっていうのは、その確かめ方の入念さとか、リュークにあっても動じない、さらには、 もうノートにいきなり数日でびっしり書いちゃうっていう、ここでみんなが、えー、やばーい。矢がん未来とってやばい。<laughs> やだ、もう敵に回したくないし、頭良すぎてるし、いるし。<laughs> 思ったのに、L っていう存在によって、それがもう超激死になるぐらい、もう秒で攻められるっていう時に、え、これどうなんのはいデスノートの虜です。我々凡人はこの天才同士の空中戦を、あとはごちそうさまでーすと、 いただくことしかできないですよ。よだれだらだらでこの天才同士の戦いの結末をですね、もうむしゃぶりつくことしかできない。デスノート呼びたい続きが呼びたいと、こういう風になるわけですね。面白すぎる。デスノート。ここから、この面白さ、勢いが止まらないんですよ。なんとですね、この関東地方まで迫られてですね、警察の方ではですね、さらにプロファイリングが進むんですね。 しかもこれ、殺してる時間に、ね、偏りありませんそう。40秒で、心臓麻痺で死んでいくから、大体ですね、書いたら死ぬっていう感じなわけですよね。だから、書いてる時間が、これ、偏り出ちゃうんですよ。なんでかというと、ライトは学生だからだよ。学校にね、行ってる間、普通、家でひっそりと、一人の部屋の時間の時だけ書いてるから、なんでこの時間帯なんでしょうね。学生なのかもしれない。 こうなるわけで。なんと、関東にいる学生かもって、いきなりもう、このギューンですよ。狭められちゃうのよ。ねえもう、俺を見つけてみろなんて言ったらね、シンガポールに、シンガポールにいる元芸人だっ,ったら中田やんっていう。シンガポールにいる元芸人もう中田やんそれぐらいやばい状況ですよ。関東にいる学生ですよ。で、相当な知能犯ってなったら、結構絞られません 結構絞られると思うんですよ。やっぱいって思うんですけど、ところがね、このライト。もう一個パワーアイテム持ったんですね。それが、おかえりさん。ライトの親父、八神総一郎。この八神総一郎こそがなんと、国際警察会議で日本代表のところにいた男なんですよ。えぇ、ここ一緒の家。一緒の家。えどういうこと なんと、日本の警察庁の刑事局局長がなんと、矢上総一郎その人なんです。刑事局局長ってね、こう警察機構よくわかんない方もいっぱいいると思うんですけど、僕はね、受験オタクでね、えー、受験の時に官僚になるって言ってですね、官僚以外の人間はクズだーって言ってた男ですから、官僚機構を調べ抜いてたんですね。 そして警察といえば刑事局。ねえ。いろんな局があるんですよ。警備局とかあるんですけど、刑事局は花形ですよ。刑事事件扱いますからね。その刑事局の局長ですから。刑事局捜査一課の課長とかじゃないんですよ。そういうのが刑事ドラマとか捜査一課長とかでね。おいみたいなね。課長、課長みたいなね。じゃないんですよ。もう刑事局の局長ですから。もう刑事事件の代表ですよ。その総代表が矢上総一郎なんです。で、この矢上総一郎が家帰ってきてですね、なんと、 ね。捜査情報をですね、八神ライトくんに喋ってくれるんですね。いやー、キラ事件のことなのだが、とか言って。おい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 、刑事局長、おい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 、みんな読者思います。お前は何やってんだ。<laughs> 激ヤバのダダ漏れやめなさい、と。宗一郎ちゃんやめてお願いだから、宗一郎さんやめて。 家でキラ事件についてその激ヤバサイコパス高校生に喋るのはやめてって思うんだけど喋るなんて理由があるのよ。なんでかっていうと息子の頭が良すぎて今まで事件について息子のアドバイスで解決に持ってったっていうことがあるからこいつは信頼されてたんですよ。それぐらいの天才なんです。 刑事局長に至るまでの、そんな優秀な男、刑事局長になったのももしかしたらこの矢神ライトの助言のおかげだったかもしれないんですよ。スーパー難事件をライトのおかげで解決して出世した。ね。そういう総一郎だから、もうこれはもう難事件だっていうことでね。もう喜びさんでね、このサイコパス高校生くんにね、やっぱり喋っちゃうわけですよ。ね。さらに、喋っちゃいけないかなって思うこともですね、もう家にある、ですね、あの、パソコン。ね。 矢ガミライトはね、なんと、ハッキングもできちゃうんですね。嘘だろって。むちゃくちゃ頭良くて、デスノート手に入れただけでも,もう、もうね、もう本当、もうダメなのに、そんなやついちゃダメじゃんっていうね、能力者なのに、そいつハッキングうまいんだって。それ別の漫画じゃんハッキングが超うまくて、警察の情報、ダダ漏れのやつは、もう別の漫画で主人公やってくださいっていうやつが一体化しちゃってるの。 カチャカチャカチャーなんつってね、親父の話をきっかけですね、またカチャカチャカチャーなんて調べてですね、ほう、とか言ってですね、学生というところまで絞られてきてるんだなっていうところまで分かっちゃうわけですよ。ならばっていうことで、じゃあ授業の時間帯に殺してやろうじゃないって思うわけですよ。ガミライト君は。ねかく乱してやろうじゃないってね。なんとこのデスノート、 死因を何も書かなければ40秒で心臓発作で死ぬんですけど、死因をしっかり書くこともできるんです。何月何日の何時に何々で死ぬっていう風に書くことができるんです。なるほどね、と。ただ死因を先に書いたら、ね、時間を先に書いたら40秒を経ってもまだ書けるんだね。何も書かずに40秒ってやったら放置したら心臓麻痺だけど、死因なり時間なりを書いたらまだ、 そこから各猶予の時間が6分40秒与えられる。そういう設定なのよ。だから、何月何日に死に回す何時に死に回すってやるわけ。ところがこれね、かく乱の目的だと思うでしょう。かく乱じゃないんだよ。ね。これなんとね、1時間おきに殺してくんだね。捜査本部騒然するわけよ。L! <laughs> 学生というプロファイリングが外れそうです。あの、学生が勉強してる時間にどんどん死んでます。えどういうことだなるわけですね。 しかも、一時間おきに、エル !L の方は衝撃受けるんですね。なんと、このキラは、死の時間をも操れるというのかと。何が起きてんだと。超常現象やんと。ただ、これ一番危ないのは、これ情報ダダ漏れやんってみんな気づくわけですね。学生やんってなった瞬間に一時間おきになったんですよ。これ漏れ取るぞ、情報ってなって。 その瞬間 L わかるわけですね。まあ、L じゃなくてもわかると思います。警察関係者の近くにいるなって。関東地方の警察関係者の近く、だいぶ絞られましたよ。ギューン絞られてます。<laughs> で、リュークがですね、言うわけですよ。いいのかと。絞られとるけどいいんかと。ね。もう警察関係者の関東地方、だいぶ情報を上げちゃったけどいいのって。なるけど。<laughs> 絞られたってことに気づいてるだけでも、リュウク、大したもんじゃないか。でも俺の狙いはそこじゃないんだよ。ね。ライト頭いいんですよ。ね。どういう狙いか教えてやろうかって。今その L ってやつを僕は殺したくてしょうがない、ね。捕まらないっていう自信はもちろんある。捕まらないで逃げおうせるタイプじゃないだろう。その L を殺したいに入ってるんだよ。つまり、 警察の情報がダダ漏れなんだとしたら警察の内部の人間を L は調べるだろうでも L ってのは謎の人間なんだから警察の人間から信頼されきってるかというとされきってないわけだされきってないやつが警察の内部を探ってきたとしたら警察だって L を探るだろうそう警察はいずれ L の存在を見つけ出す僕が警察を使って L を見つけ出すそして殺すんだ攻めの一手だよリュック こういうことなんですね。だから、関東地方の警察の身内です身,身近な範囲ですって絞られることはライト君にとっては余裕なんです。攻めのってやってるんですからね。うん。警察、関係者、そこまで絞られた。ところが、もうしばらく、余裕はあるよね。時間はあるよねって思いきいやリュウクに言われるんですね。おい、ライト。どうしたリュウクお前。 ここ二日、つけられてるぞ。微行されてた <laughs> もう関東地方の警察関係者ってもっといません <laughs> もっといますやん <laughs> 関東地方の警察関係者もっといますやん <laughs> 関東地方の警察官だけ集めても、東京ドーム埋まりますよきっと <laughs>。身内まで含めたら溢れてますよ埼玉スーパーアリーナでも溢れてます。なんで微行してんのよ <laughs> なんで尾行早,く早すぎない <laughs> 誰 <laughs> 後ろパッて見たらね確かに尾行してる男がいるんですよ誰なんこいつ早,早いやんこうなるわけですよね名前さえ分かればな思うわけですよ顔は見えてるわけですから尾行してるやつのねそしたらリュ空がやってくるんですね困ってんのかライト困ってるんだったら目の取引をやってもらえ いいんだぜ目の取引ここが面白い設定なんですね死神の目ってさっき言ったように人間の顔を見ると名前と寿命が分かるっていうそういう生命体ですよね死神と取引をすれば死神と同じ目になれるぜっていう取引なんですよわーおなりたいよねそんなのでも死神との取引は危険よ代償は何だもちろん代償はあるんだろ代償は 残り半分の寿命だ。残り半分の寿命。半分になっちゃうの寿命が。つまり、あと30年生きるって言ったら、残り15年になっちゃう。ねで、それの半分ってなっちゃうと、もう、7.5年になっちゃう。30年あったら7.5年で寂しいよ。大将でっか <laughs> 論外だな。言うわけですね。論外だよ。リュウク、そんな取引はしない。僕は余裕で勝てるし、 新世界の神になって長くこの新世界を収めたいと思ってるからねそんな短い時間になるなんて僕は耐えられない論外だリューク目の取引を断るんですねでも頭でこの頭脳で絶対この尾行してるやつの正体を暴き出してやるそういうゲームだなるわけですねするとそのあたりから謎の報告が警察本部 L の方に来るんですね何か今までの死に方じゃないんです 奇妙な行動をとってから死ぬようになっていくんですよ。その犯罪者たちが。刑務所の中で。一人は自分の血でですね、壁に絵を描いてから死んだ。一人は手紙に何か文字を書いて死んだりしてた。なんだエルは気づくんですね。これはどうやら、何か実験をしているな。何かの実験をしてるんですね。これ何の実験か。これは、 死因の詳細を書けるっていう情報がどれほどのものなのかをライトは調べてるんですね。つまり、自己死って言ったら自己死になる。自然なね。だけど、バイクで自己死って言ったら、バイクに乗って自己死するよね。どれくらい操れるんだろう。 死の直前の行動はデスノートによって操れるのだとしたら、都合のいい自分の操り人形も作れるっていう道具にすり替わるんじゃないこれ殺しだけじゃなくて、人を操ってから殺せるっていうスーパー最強カリスマアイテムなんじゃないっていうそういうことですよね。それで、絵を描いたり、文字を描いたりして、ここまで動くのか。衝撃を食らうわけですね。 でその文字が結構ね、暗号をめいてるんですよ。なんか謎の手紙書いてんなと思いきや、あの縦読みってあるでしょラテランの縦読みとかでね。頑張れよ、ホークスみたいな。<laughs> あ、なるほどみたいな。なんかそういう応援の縦、ラテラン、なんかそうなのねみたいなね。それあるでしょそれの縦読みみたいな感じで、L 知っているかっていう読めるんですなんだ、L 知っているか。もちろん縦読みなんかすぐ見抜きますよね、ルはね。メッセージが来てるの。 L がそっちのメッセージに気を取られてる間に違う仕込みをするライト。L を翻弄してますね。L 知ってるか知っているかなんだ次の手紙来るんですね。死神は死神死神の仕業だとでも言うのか死神はなんだ ?L 知ってるか死神はその次、リンゴしか食べない。なんだこれ何意味がわかる。 実はねあの、このリューク、死神、本当にリンゴが好きなんですよね。人間界で、あの何も食べなくて生きていけるんだけど、リンゴは嗜好品としてシャク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 って食ってるくね。このリュークっていう存在は、他の人には見えない。デスノートの持ち主やデスノートを触った人にしか見えないんだけども、リンゴがだからですね、リンゴやるよってって、ね、ポンって部屋で投げるとです、ね、リュークがパシッと,とだから、人から見たらです、ね、透明な状態で、リンゴがです、ね、空中に消えていく。そういう、ね、状態。リンゴシャクシャク。 リンゴが好きなリュウクってのは読者にとってはたまんない設定なんだよね。なんかリュウクって怖い顔でね、もうおもな長すぎる、なんかビジュアル系の浮いてる人だと思ったけど、なんかあの、リンゴタウが食べちゃって可愛いいみたいなね。うん、なんかそういう感じでね、リュウク好きになってる。みんながね。そんな中ね、リンゴしか食べない。なんだこれは。なってる時に違う事件が起きてた。それがバスジャック事件なんだね。実は、ライトはですね、こう、女の子。 とねデートするそのね女の子とのデートっていうのもねもうただのこのその行動の同線作りだねでも行動の同線作りにですね不自然じゃない女の子をすぐに積もれちゃうぐらいモテるんだおい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 ライト一回いくつ持ってるんだお前は天は偽物を与えずじゃなかったのかなんで超絶頭のいいお前がデスノートを拾いそんなやつがハッキングができて刑事局長の息子でその上で劇的にモテとるんやと。 顔がいいんです。顔が良くて頭がいいから喋りも面白いんです。だからモテちゃってるんです。何日遊園地行かないなんて言ったらすぐにね、ついてくる女の子がね、えー、いるんですね。デートを装ってんですね。美行してるやつはですね、あ、デートか。普通の高校生だな。思って。ね、一緒のバスに乗るんですね。うん、で、美行してるやつがバスに乗ったな。そう思ってる中で、 バスジャック犯が入ってくるんですね。おいくら、ぐれーね。あこの、バ,バスを占拠したからな。バスジャックですよ。ハイジャックじなんでバスやねんと。でもこれをね、実は、このバスジャック犯も、実は凶悪犯で脱獄してるんですね。この脱獄すらもデスノートで操作されてるんですよ。脱獄して、何時何分のバスをバスジャックして、っていう操作されてるんです。なんでバスジャックさせたか。 ね。なんでかっていうと、尾行してる奴は警察関係者でしょどこの警察の誰かはわかんないけど、絶対警察関係者だから、バスジャックされて民間人が危機にあってたら何かしらの動きするよね。それを狙ってんだね。キャ、きゃ怖いライト君怖い女の子は言うわな。そしたらライ,ライトがですね、こう筆談でですね、大丈夫。ね。この人数で。僕は運動神経もいい。運動神経もいいんだよね。その上で、あのバスジャック犯が何かしたら僕がきっと止めてみせるからっていう、 このメモをですね、あえて後ろの微行してる刑事に見えるように見せるんですね。それ微行してる刑事は下手な動きされたらこいつ、ね、担当してる丸対対象者が死んじゃったらもう元も来ないから、君、無理はやめなさい。私が対応する。あなたは誰ですかここですね、これは聞きたかったんですね。誰やねん、微行の君誰やねん。これが聞きたくてこんなハイジャックハンマーやったんだから、ね。あなた誰ですか私は、警察関係の者だ。 それは、わからないな。バスジャックとグルっていう可能性もありますからね。証拠を出してください。じゃないと僕は、あなたの言うことは聞けません。追い詰めるんですね。わ <laughs> かった。これだ。パッて見せる。警察手帳。なんと日本の警察じゃないですね。FBI。アメリカの警察だったんですね。名前はレイ・ペンパー。レイ・ペンパー ?FBI のレイ・ペンパー。 覚えたぞ。これですね。いやー、もうこれでもう、もう目的は達成した。あとはバ,バス弱犯がですね、あのうわーとかですね、あの、いろいろあって、ね。デスノートちょっとなんか触れさせられて、リューク見せられて、そこに発砲して、全部それもね、死後の、前の行動として操作されたんで、そこからバス飛び出て、飛び出たところで、事故死、パン。はい、お疲れ様でした。事故死、はい、お疲れ様でした。ね、200名、ごめんです。それで、レイペンパーが、ね、大丈夫だったか、君。ええ、ね。 で、レイペンパーが言うんですね。あの僕が FBI だったってことはあまり公にしないでくれ。美行がバレたくないからね。はい、わかりました。これで、誰にも知られずに美行者の名前をゲットしたんですね。ただこれゲットしただけでね。はい、レイペンパーをやっちゃおうなんつって殺しちゃったらあなたね。これライトくんじゃないってことですよ。レイペンパーの担当のあいつやんってなるでしょだから、レイペンパーを殺すと同時にそれ以外の 人たちも殺す。紛れてまぶして殺さなきゃいけないんだから。ね。ここからライトの取った行動がすごいんだね。なんと、そのレイペンパーの操りを、と脅迫をうまく使ってですね、それ以外の FBI が何人いたかも全部明らかにし、その顔と名前のファイルも全部共有させて、全員に。なんと12人の FBI が入ってたんだ、ね。たった12人だったの。 おい、もっと、もっと迫って、もっと、わーって、いろんな捜査員がいるから来てんのかと思ったら、12人の中で捜査してたんだ。ね。でも12人なら殺せるって言ってですね。うまく殺すんですね。それも、こう駅でね、声かけて、後ろから声かけて、私はキラだ。後ろを向くな。なん余計な動きもするな。ね。今すぐお前を殺すことはできるとレイペンパー。言うわけですね。その上で、今から俺の言う通りにしろって言って、 デスノートだとわからないものにですね、を渡して、ファイルを渡して、そのファイルの作り方も巧妙なんですね。デスノートって実は、名前を後から書くこともできるんですよ。それも実験で手に入れたんですね。何月何日に何々で死ぬっていう風に名のだけ書いてて、名前書かないで空欄にしとくわけ。で、その誰々がのところに後から誰かが書き込んでも、それが実行される。 だから、その何月何日誰々死ぬっていうところに全部シートを被せて隠して、こう空欄、名前をここに書けよっていう空欄だけを残した特殊シートを渡したの。ノートを切って。すごい工作技術。すごい。DIY もすごいんだ、この。DIY 力がむしろ一番高い。もうハッキングとかね、顔の良さよりもこれも DIY で世界一位なんじゃないかっていうぐらいの技術です。はい。 すっごいきっちりとしたね、そのキットを作るんですね。上にボードを被せて、名前のここに書いてくださいのとこを空欄作って、それをファイル。こデスノートっていうのはね、ノートの1枚を切って渡すこともできるんだね。切って使わせることもできるの。だからノートには触れさせないで、キットだけ触ってそこに書き込めよっていう。電車の中でね、トランシーバー使ってね、うん、これから FBI 捜査官12人の名前を、この山手線に乗っている間、ゆっくり書いていけ、ゆっくり書くんですよ、どういうことかわかんないから、とりあえず霊偏波従うんですよね、でもそれが、同じ FBI の同僚を殺している行為だとも気づかずに、そして最後に自分の、ね、これ、自分の名前は、もっと前に、もう捜査されてますから、書かれて、全部書き終わってから死ぬっていう捜査になってんの。 もうそういう風に書かれてんの。だから、もう訳もわからず従うのよね。で書いちゃうの。それできっちり書いて、もうあの共犯者にさせられた上で、駅でパッタリ倒れるわけですね。パッタリ倒れたらその車内に、そのキットを回収に来たこのライトがいるんだね、ライトがもう見下してお疲れ様でしたーっていう顔でね。 そのキットを取るわけですね。そしたらもう悔しくてレイペンパーはね、お前が、あのバスの中で俺が尾行してたやがめだ <laughs> ガンっていう感じで死んでしまうわけですね。ところがこのね、FBI の12人殺害事件って、まあ大技でしょ大騒ぎになるわけですよ <laughs>、ね。絶対キラーですね、と。で、FBI はもうこれでビビっちゃってですね、FBI 自体が手引くんです。 得るよと。世界中の警察が協力すると言ったが、正直、日本、日本の関東地方にいるとなってから以降は、日本での犯罪者が死んでいるが、世界的にはそんなに食らっていない。アメリカの FBI がこれ以上捜査員を犠牲にすることは、あまりしたくないので、FBI 手を引かせてもらうよとか言って FBI 手を引いちゃうんですね。で、日本の捜査本部がブルっちゃうわけですね。おい 話が違うじゃないか。凶悪犯罪者を殺す、キラ様だから捜査しとったんやで。なんでキラを捜査したやつ全殺しなんもう、これ公務員の仕事超えてますやんって言ってですね、日本の刑事たちが続々辞表を出してくるんですね。ごめんなさい。キラ対策本部に僕はいられないです。<laughs> 名前と顔なんてすぐ調べたら出てきちゃうから僕はもうキラ対策本部にはいられないです。うわーって言ってくんですね。したら L が画面越しからね、しょうがないですね。って しょうがないです。僕一人でもやりますから、残って、残れる方だけ残ってください。言ったら。日本警察あんなにいたのに。6人。少な。部活だとしても心持たないよね。世界史上最悪の凶悪犯罪が行われてんのに、捜査員6人。出来たての部活ハンドボール部作りました。やないねん。捜査の 足玉跡になるかもしれませんけど、L 僕たち残りましたから言う中に、矢上総一郎残ってます。<laughs> よかったね。総一郎真面目なんだね。うん、でもお前のせいだからな、総一郎。お前が言っちゃってんだからなっていうことはまあ読者してるけどね。6人残りましたよね。えー、でも警察関係者がやられた。そこからやっぱり足はつくわけですよ。なんでかって。その12人の中に、おそらく、キラが、 にとって都合の悪い人間がいたとしか思えないよね。FBI いいとこまで行ってたんじゃないこの中の誰が本当の狙いだったんだまぶしての12人だろ、うん、死に方、レイペンパーは死ぬ直前の動きが妙だ。気づくんですね。なぜ一周山手線に乗ってたんだ山手線に一周乗る人間はいません 東京に一度でも住んだことのある人ならわかります。山手線に一周乗る人間はいません。東京に人生で初めて来て。山手線のデザインが大好きでという特殊な鉄オタの方。山手線乗りたかったんだーって言ってですね、一周回って大満足っていうね。そういうド変態は FBI にいません。レイペンパーくんの行動おかしいよねっていうことで。 レイペンパーがおかしいんじゃないか。ここまでつけ、詰められるんですね。なんと、ね、この攻め木のライトのこの行動によって、もう、レイペンパーの担当がおかしいところまでギュンと絞られます。日本警察の尾行をしてた。日本警察二つの家族の尾行をしてた。北村家と八神家です。もうここまで絞られた。おーおい <laughs> 関東地方の学生ぐらいのところでもうよかったんじゃない ライトの強気な行動でもう2つの家族になったよ。<laughs> もうあかんやん。ライトさん、これ裏目出てますよ、これライトさんって思うんですけども、ライトはまだまだ余裕です。ふふんなってね。それでね、2つの家族、わかりました。監視カメラと盗聴器をつけましょう。L は言うわけですよ。ねこれは、どうしても解かなきゃいけない、凶悪殺人事件ですから。僕のことを信用してもらうためにも、 この残っていただいた数人の日本警察関係者の方々には僕の顔をお見せしますだからこの捜査させてくださいうわ L の顔見れるなんとそこまでもですね L は読者にも顔見せてなかったんですね シンプルなカットソーと、ちょっとダボついたジーパンを履いている髪がちょっと長めの人だなーぐらいにしか分かんなかった。その L の顔が見れるんです。ね。日本捜査、捜査部に残った数人も湧きます。L の顔見れるん本物本物じゃないのどっちか分わかんない。いやもう、あおう、おうっつってですね。ホテルの一室であるんですね。どうも L です。ね来ましたよ L、L! そのビジュアルがまーい,いね 髪バッサバサでですね、ちょっとクマがあるんですね。少しうっすら熊があるんです。ねえ、シンプルな白いカットソーとジーパン履いてますよ。シンプルな白いカットソーとジーパンがこんなに似合うってことはですね、もう、いい男なんですよ。もともとが良くないと。ねだるだるのおじさんがシンプルなカットソーとジーパンを履いていたら、それはもうただの服に興味がないおじさんです。 ですが、非常にイケてる人間がシンプルなカットソーとジーパンを履いていると、もうこれは、ああ、わかってる。あなたにはシンプルなカットソーとジーパンでいいんだという、そんな天才肌のですね、雰囲気を醸してる、もう、あのね、ヤガミライトが超絶イケメンでこれ以上のビジュアルないよねって言ってたんですが、このちょっと癖のあるアーティスティックなビジュアル。 ドンピシャですよデザインありがとう、小たけしさん。天才です。あなたが3人目の天才です。小たけしさんというですねビジュアル、ね。目はキラキラしてないんですよ。妙に黒目の中には光はないんですね。人を食ったような雰囲気があるんですね。どうもエルです。ですね、ええ、座り方に特徴があるんですね。椅子にですね足まで乗っけちゃうんですね。だから三角座りを椅子の上でしてるような感じになってですね。それで,ですねやたらとですね甘いものをバクバク食べてるんですね。 甘いものをバクバク食べる天才最高いいですね。なぜかって脳みそのはね、すごい使うと血糖値を使うので、甘いものをものすごい食べてしまうとか、そういうタイプの天才最高ね。甘いものを我々がバクバク食ってしまったら、そんなに脳みそを使ってないわけですから、ブクブク太るしかないというね。甘いものはあんなに美味しいのに、食べたら食べるほどブクブク太ります。我々はなぜなら凡人だからというね。L ではないからという、そんな L は甘いものをバクバク食ってもガリガリでございます。非常に体脂肪率がですね、もう 絶妙に仕上がってる。ちょうどいいんですね。なぜなら頭がすごい使ってるから。ね、そんな L が現れます、ね。そして、矢上さん、あなたのところにも監視カメラと盗聴器を付けさせてもらいますがいいですかと。矢上総一郎、真面目ですからね。わかった。いいだろう。とことんまで付き合おうじゃないか。ね、命まで投げ出す、ね。死ぬかもしれない捜査に付き合ってるわけですから、もうこれはとことん L に付き合おうじゃないかということで。 家にはいいんですか八神、八神局長。娘さんも奥さんもいるんですよ。娘さんと奥さん、ね。トイレにも風呂にもつけるんですよ。ね。捜査員男性ですよ。どうすんのわかりました。ね。捜査員は、そう、八神さんのところは、あの、エルと八神さんだけで見守って、北村家は俺たちが見ます。北村家の扱い。<laughs> 北村家には女性はいないのか 北村家の女性は見ていいのか上司への謎の忖度。上司局長の奥さんと娘さんは見ませんからというだけの謎の忖度。そこからですね、監視が始まるんですね。ええー、この監視、矢神以来と気づくんですね。もちろん部屋にですね、もうちゃんとね、ドアに紙とか挟んでるわけですよ。思春期のね、子供はね、親がね、おい、クソババックスジー、部屋入んなよみたいなね。やりますよね。 大抵はどこかにエロ本が隠されてるみたいなね。エ、え、ロ、ー、DVD があるみたいなね。そういう思春期のね、男の子はやっぱ、見ん、いいんじゃねえぞ、部屋入んじゃねえぞ、ってね。入ったらわかるぜ、なんて,てね。紙をドアに挟んでおいてね。それがパラッて落ちてたらね、うん、誰か入った証拠だ、なんていうね。それをヤがミらイるとこもやってるんですね。ところがヤがミらイるとがすごいのはですね、紙を挟んでるだけじゃないんですね。紙はフェイクなんですよ。ね。ドアの調子外のところにシャーペンの芯を挟んだりとかですね。あと3種類ぐらいいろいろやってるんですね。はい。 これとこれとこれ。だから、あれある日気づくんですね。あれ,これ誰か入っとるやん。<laughs> これ部屋に誰か入っとるやん。しかもこれただもんじゃないやん。これ家族が入ってるやつちゃうやん。そこまで気づくんですね。なんでか。髪は元に戻されてたんですよ。髪はちゃんと挟まれたの。だけど芯が折れてんの。家族だったら髪もパラついてるよね。だけど髪はちゃんと挟まってたけど芯は折れてんの。くろうとさん入っちゃってますね。 クロートさん入っちゃってますね、部屋に。はーい。もう部屋まで来とるよ。あのチートアイテムデスノートを手に入れた、あの天才がもう、もう、もう部屋まで監視されとるんよ。いつの間にこんな追い込まれたどうなるこれ無理やん。捕まるやん、ライト。もう、この無、無理やん、エル。無理やん、ライト。これで翻弄されます。もう、よだれバッシャバシャです、我々読者は。どうなんのこれ。 <laughs> もう迷子をこれから見てます。迷子をここから見てますっていうね。そういう状態になります。そんな中でね。ええ。ライトはですね、監視されてるんですけど、まず監視カメラの位置をですね、全部把握します。どうやってこれ、リューク使うんですね。リューク、これから部屋でリンゴは食べれなくなるけどいいかなおい、リンゴ食べてよ。<laughs> こうなるけすね。リンゴは食べたい。いや、お前、死神だろ 別にリンゴ食べなかったら死なないじゃないから。リンゴは嗜好品なんだよ。リンゴは嗜好品のタバコとかお酒とかそういうもんだ。食べたいってなるんですだったら資格を見つけてやるから、お前、監視カメラ分かりやすいだろ。全部分かるあの、見つけろってって。監視カメラびっしり開いてあるんですけど、ね。置いてあるんですけど、それをですね、把握するんですね。あるんやねと。そして資格を見つけるんです。ね、資格を見つけて。さあ、監視第1日目、モニタリングが始まりましたね。 はい、スタジオにいらっしゃるのが MC の L さんでございますけれども、L さんとアシスタント MC の八神総一郎さんがですね、スタジオでモニタリングしてるわけなんですね。えー、北村家、八神家を見,見てるわけなんですけれども、ね、ポイントは、このキラの裁きですよ。凶悪犯が死んでる。死に続けてるのに、ノートを書くとかもわかんないですから、何かおかしな素振りを見てたら、凶悪犯が、 死んでる情報が得てからとりあえず何かしらの行動を得るよね。だから、凶悪犯のさ、報道をどこで手に入れてるかっていうのをさえ分かればいいわけですよ。ね。ところが、ライトすごいんだよね。テレビをその日見ないんです。一切テレビ見ないんです。今だったらスマホの時代じゃん。でもね、スマホがね、まだ普及してない時代んこの漫画なんでね。2003年から6年だよ。 まだ iPhone が爆発的に普及する2010年代とかじゃないんだよ。だから何したか。テレビ見,見てないんだから情報入ってないっていうアリバイを作れるわけですよ。ところが殺人続けなきゃいけないよね。続ける。どうやってポテチを買うんだね。ポテチの袋を開けるんだね。そして受験勉強をテレビも見ずに一心不乱に右手で解いてるんだね。そんな中なんポテチの中、袋の中に手を入れてるんだね。 で、ポテチの袋の中には手だけじゃないんだよ。デスノートの切れ端入ってんだよ。でも情報ないやんっていうのの、その奥にポータブルテレビ入れとんねん。ポテチの袋の奥にポータブルテレビ。ポータブルテレビ皆さんわかんないかなねえ、今の時代わかんないかなちっちゃいテレビ売られてたんす。ねえ。 ポータブルちっちゃいテレビをポテチの下に、中に入れ込んでるんです。高いんです。3万円、4万円収入するんです。お小遣いはたいて買いました。ポータブルテレビ知らない、わからないようにポータブルテレビ買ってポテチの奥に仕込んで、そのポテチを絶妙な角度でポテチの中のニュースを見て、ポテチの中のニュースを見るや否やですね、えー、そこのポテチの中の、袋の中のノートに左手で名前を書くんです。それを右手で受験勉強を解きながら書く。はい。天才。 できますか皆さん。右手で受験勉強の問題を解きながら、左手で誰かの名前を書く。できますか知ってる名前じゃないですよ。左目ではポテチの中のニュースを見て、名前を覚えながらポテチの中の紙に書くんです。はい。これができるから、矢が見られた天才なんですよ。もう、マルチタスク。ミスターマルチタスク。すごいんです。 そのことによってポテチを定期的に食べながら受験勉強をしているとしか思えない男になるんです。ところが L はピーンと気づくんですね。なんだなんかがおかしい。実は他の家族とかをみんなテレビチラチラ見てんのよ。ね初日、監視初日で白が確定しちゃった男が一人だけいるんだね なんだこいつ、一人だけ初日に白が確定した。そこからも全行動がそつないんです。みんな何かしら怪しい行動をするんですよ。家族、普通の人ですから。ところが、一切怪しい行動を取らなかったということが絶妙に怪しいんです。エルはそれがによってによってしょうがないですね。彼、完璧すぎるな。 これなんですね。彼完璧すぎるな。気になる。ここから、エルとライトの壮絶な戦いが始まるんですね。でも、何の証拠もないじゃないですか。周りの警察の面もありますからね。他の6人は、いや、やっぱりライトくん何にも怪しくないですよ。言うですね。はい。ただ、凡人ですから。凡人刑事だしですから。 何にも怪しくないっていうことが怪しいって、L、それどういうことわ <laughs> からない凡人代表ね。凡人代表の捜査官たち言うわけですね。はい。でも、もういいです。外しましょう。7日間で、盗聴機と監視カメラ全部外すんですね。ところが L は、一人をマークしてるんですよね。そんな中、冬が訪れて、受験シーズンが訪れるんですね。高校3年生だったら矢が見ライトは、 東大の入試会場にいるんですね。カリカリカリ。ね。もちろん受かる自信満々ですけど、東大の受験会場でカリカリとを書いてるんですね。そしたらですね、試験官の声がするんですよ。おい君そんな座り方をしちゃいけないじゃないか。読者気づくんですね。えぇ、ー、そんな座り方をしちゃいけないじゃないのゅ、<laughs> そんな座り方をしゅ、<laughs> そんな座り方をしゅ、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 しし いけないじゃないか、君。ちゃんと座りなさい。なんて言ってですね。え受験会場でそんなこと言われるやついないですよね。で、問題も余裕しゃくしゃで解いてますから。後方でそんな声がしたからね。ライト振り向きます。スッて。そしたら一人の男が試験会場でこっちをじっと見てるんですね。その男が L なんです。マンマークスタート来ました 試験会場にいたのがその L なんです。なんと、試験を受けてるんです。どういうことどういう操作始まんのワックワックすんぞ。俺はワックワックしてくるぞ。これどういう操作始まんだ、L。何してくれんだよ。<laughs> そして、場面転換して、ね、東大の、ね、 ええー。まあ、実際東京大学なんでしょうね、モデルは。ね。東欧大,大学、作品ではなってますけども。まあ、東京大学なんですよ、モデルはね。もう、一番いい学校行くんですね。それの新入生総代表、八神ライトくん。ば、立つわけですね。ざわざわ。ね。新入生総代表の挨拶って、えー、ね。一番成績良かったやつなんだろう。うそうなんですよ。ライトはね、一番成績良かったんですよ。 やがライト君そりゃそうだろうなって顔で立つんですね、ライトは。もう余裕しゃくしゃくですよ。ね。入試受かるかなーなんつってドキドキしてたね。もう凡人の入試とは違うんですか一番取れて当たり前なんですからね。そので、新入生総大所して当たり前、退屈だなーす、立つ。そしたら、やがライト君そして、龍が秀樹君、龍が秀樹君、二人なんですよ。え龍がでもざわっとするんです。 リュウガヒデキっていうのは、いわゆるその時大人気のアイドルの名前と同性同名なんです。リュウガヒデキっていうのはその当時絶頂人気の、だからまあ言ったら何もう嵐の松本潤くんみたいな。スマップの木村拓也くんみたいな。そういう感じ。ね。松本潤くんみたいな。<laughs> 松潤かよみたいな。そういう感じで、リュウガヒデキくん、リュウガヒデキあ、別人か、みたいなざわつき。 の中で、え二人なんで二人なんだよ生徒がざわくつくわけです。いや、二人とも満点だったらしい。ざわ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 。竜が秀樹、誰だパッと見たらですね、それが L なんですね。L なんですね。満点取っちゃってるんですね、L もね。そして、ふざけた偽名の竜が秀樹ってので、同じく壇上に上がるんですよ。うーん。 でもそれがるかどうかってもちろんライトは知りませんよね。で、新入生総代表の挨拶を二人でするわけですよ。ね。そしたらですね、L の方からライトに話しかけるんですね。どうも八神ライト君ん。八神ライト君ですよね。いきなりコンタクト取るんですね。お父さんが警察関係者で、しかもあなた自身も警察官僚になって、いずれは凶悪犯罪を 取り締まりたい。そう考えてる矢上ライトくんですよね。その矢上ライトくんに、今最も話題になってるキラ事件について重大な事実をお伝えしたい。そこまで言うんですよ。なんだこいつ。新入生総代表、入学式直後、いきなり総代表の挨拶の後にいきなり話しかけられる。ね。警察関係者、警察の最も重要な関係者である、ね。 やがみさんの息子さんであり、警察を死亡しているあなたにキラ事件についての重大な事件を、重大な事実をお伝えしたいんですけれども、聞いていただけますか言うわけですね。え何ですか私がエルです。ゾウイエー私がエルですこいつがエルそれと同時に、やられたー言うんですね。 このライト、なんということだ私が L ですと言われたら、そいつが L だろうが、L じゃなかろうが、殺したら、自分がキラだと言ってるようなもんなわけですよ。私が L ですと言ってがあったのか。なんだこいつ、この竜が秀樹。竜が秀樹。この名前もふざけてやがる。 龍が秀樹という名前を俺が仮に書こうものなら、それが偽名だとしても、俺は、そのアイドルの顔が浮かんでしまうから、ま、もしまかり間違ったら、その有名アイドルが死んじゃうかもしれない。その有名アイドルが死んだら、俺を殺そうとしたなと言って、龍が秀樹の名前を書いたということで、俺を捉えようとする。なんという男だ。龍が秀樹という名前で、 入学式に総代表を二人でやって、話しかけるきっかけを作るために入学するところからもうそれを考えていた。エル、お前は、あの入試の時の変な座り方、あの時から、うね、ここですよ、スリリングですね。私がエルです。うわーここですね。これが面白いんです。 東大直接対決編が始まったんですね。そこから二人の探り合いが始まったんです。面白いじゃないか、L。だが、まだ決め手がないんだろう。だから捕まらないんだろう。デスノートがどういうものなんかわかるはずがないからな。その前にお前が本当の L なのか、そうじゃないのか、そうだとしたらお前の本当の名前が何なのか見つけ出して、ぶっ殺してやるよ。 面白いじゃないか。表向きはトップ入学の仲良し二人組。それが得るかキラか。どっちが先にやられるか。受けて立つよ。そういう話が始まるんですね。面白い面白すぎるそんな中で二人でですね、テニスをたしなむ会があるんですね。いやいや、龍が、この僕にテニスを挑むだなんて、僕のテニスの経歴知ってんのかい実は、 テニスの中学時代、ジュニアチャンピオンなんです。何個あんの何個あんの超絶天才で、超絶頭が良くて、その上で刑事局局長の息子で、DIY の神で、DIY の神で、デスノート持ってて、その上でスポーツ万能で、顔がもう超絶イケメンで、何個あんのパーフェクトヒューマン。パーフェクトヒューマン。ねえ。 ね、エルを挑発するんですよ。僕が中学ジュニアチャンピオンだって知ってんのかなって言ったらですね。いえ、僕も、イギリス時代、ジュニアチャンピオンだったんで、エルも、エルもジュニアチャンピオン。なんでそ、超天才はテニスしてるやつなのかな <laughs> 僕たち、超天才界隈だね。ごめんなさい。凡人界隈でちょっとわかりません。テニスやってなくてごめんなさい。 この中田ね、一応モテたくて、高校時代テニス部を一年間だけやって、やめた上で、やっぱりモテるかなと思って、大学時代半年間だけあのテニスサークルに行ってすぐやめたけど、違うね。やっぱりね。凡人とは違うね。テニスサークルにモテたくて入って、全然馴染めなくてやめたは、これは L でもないです。キラでもありません。凡人です。普通の大学生です。彼らはジュニアチャンピオンやって、遊びはもうおしまいって言ってやめたんです。 とはジュニアチャンピオンになった後遊びはもうおしまいだっつってラケット放り捨ててあの勉強に勤しむようになったんです、うん、すごいですね天才は違いますねそれがラケットでパーン打つんですねおい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 ってねテニス部とかテニスサークルがねおいなんか新入生が打ち合ってるぜあれ新入生総代表やった、えー、1位の2人だろね東大の総代表の2人テニスはどうなのかなうーん <laughs> パーンスパーンパーンスパーンプロレベルの応酬が行われてるんですね。その間二人は分かってるんです。どうも分かってる。これはショテニスの勝負がどうこうではない。表面上仲良く親睦を深めたというところがポイントなんだ。ね。この後俺たちはきっと深い話をするだろう。その深い話をする中で得る。お前は、龍がお前は、 俺が、俺から色々話を聞いて、俺がボロを出すのを待ってるんだろ俺がキラしか知り得ない情報を、お前ならどう推理するとか言って、あ、なに、なんでそれをあなたが知ってるんですかみたいに引っ掛けるつもりだろう龍が、その手には乗らないぞ。それを書き消すためにはどうするか俺はもう考えてる。 お前が得るかどうか、それは分からないから、捜査本部に連れてくなり、捜査に協力させてくれよ。そうしたら、捜査員しか知らない情報を知ることができるので、俺が、俺が足を出す、情報でボロを出すってことがなくなるから、俺は捜査本部に行きたいということを言うぜ。言うぜ。おい龍ガスパーンテニスでは、ライトが勝つんですね。そして終わった瞬間に、龍ガに話しかけるんですね。エルに話しかけるんですね、ライトが。 ちょっと聞きたいことがあるから、一緒にお茶でもどうだい先手打って誘わなきゃ先頭打つぞ。今日で話したいことがあるからね。あ、いいですよ。でも僕は、いきなり切り返してくるんですね。何かを得るが。でも僕は、なんだライトさん、あなたをキラじゃないかと思ってるんですよ。で、こいつー <laughs> センテ撃ってきたーキラじゃないかと疑っているんだったら捜査本部に俺を入れろとか捜査情報を教えろって言えなくなる僕あなたをキラだと思ってるんですよ。キラだと思ってる。え <laughs> ま、でも、ほんの数パーセントですけどね。それでもいいんだったらお話、どうぞ聞いてください。カフェにでも行きましょう。 いうわけですね。そこでカフェでの工房が始まるんですね。何を聞いてるかな、こいつにって。捜査本部に入れてくれはもう言えなくなったからどうしようかな、ってなったら。そうだ。ちょっと面白いことしませんかエルが言うわけですね。ライトさん、あなたは警察関係者だし警察になりたいって言ってるわけだから、推理力がどれぐらいあるのかをちょっと試したいんですよ。言ってね。はい。だって自分はエルですから。ね。 あなたがどれくらい使えるのか試したいなあなんて言ってですね、写真を渡してくるんですね。これ何だと思いますバララ。3枚の写真なんですよん。それが、あの死の直前の行動をコントロールできるって言ってた時に渡した手紙なんですよ。L 知っているか死神はリンゴしか食べない。知ってるんだよね。ははーん。これで俺が何を言うかじゃない。 それはもうわかってるぞ、エルなんでかっていうと、この写真を L 知っているか、死神は、リンゴしか食べない。この順番で送られてきたんです。L の元に。だからこの順番で、ライトは送ったわけですよ。キラーは送ったわけですから、この順番でしかないんです。でも、逆に並べることもできるんですよね。L 知ってるか、リンゴしか食べない。死神はっていう、統治法にしなくもできなくもないじゃないですか。 っていうか、統治法にしなきゃいけないんですよ。これなんでかっていうと、写真の裏にですね、ナンバーワン、ツー、スリーって、投資番号を振ってるんですね、ルが。採工してるんですね。そして、ナンバーワン、ツー、スリーを、順序を、ちゃんと、乱してるんです。エル知っているかを1番振ってて。死神はに3番振ってて。 リンゴしか食べないに2番振ってるんです。だから何も情報を知らないんだったら表見て裏を見て1、2、3番に並べてから推理するでしょつまりこれがどういう意味かじゃなくて並べた順番が何も迷わずに時系列ね並べたらなんで時系列知っとんねんなるわけです。普通裏見るやんって。でもバイアスがかかるから送り主は並べちゃうよねーっていう罠だよねっていうことはライトわかるんですね。はっはっはっは。 <laughs> こいつ、裏の細工、俺が見ないとでも思ってんのかいと言ってですね、パンパンパン、1、2、3番と並べて、L 知っているかリンゴしか食べない死神はなるほどな。そういう文章か。この3枚、でも面白いかもしれない。って言って、また話を膨らませようとするんですね。そしたらですね、L がですね、ニヤッと笑うんですね。もう1枚写真出てるんですよ。ライトさん。 これ実は4枚目がありましてねエル知ってるかリンゴしか食べない死神は手が赤いっていう文章だったんですよどうして中途半端なところで文章が終わってるのに3枚3枚って言ってたんですかライトさんここなんですよああこいつこいつい うわこの順番を間違いないをふっくりして3枚で終わるっていうところに一回でだってんかいこいつ !4 枚目なんて嘘だろ俺送ってねえから嘘だろそんな小細工使って。でも、あなたが3枚って思ったのは事実だ。エルは言うわけですね。こいつ疑ってんな 俺を、こうなるわけですね。釜の掛け方がいいです。このカフェで。でも、決め手には繋がらないんですよ。とはいえ、それはあくまで一個の怪しい情報なんですよね。そんな中で、急にね、八神総一郎が倒れるんですね。心臓発作で八神総一郎が倒れたええー、なって。まあ、捜査の仲間ですから、L も病院にかけつけるし、息子ですから、ライトも病院に駆けつけるんですね。で、ライト、L、八神総一郎で話をすることになるんです。 そしてそこで、エルは、えー、矢ぇ、ヤガミさんも捜査に協力してもらってるし、ヤガミさんにも僕がエルだというのは伝えてありますって言って、で、ヤガミ総一郎が、あ,あ彼が間違いないエルだって言うわけですね。本物かどうかはさておき、捜査に本当に関わってるのがこの、龍、う、河、ん、であることは間違いないんだな、ということがわかるんです。 こいつがエル本体っぽい。なぜならめちゃくちゃ頭いいし、ねえ、食わせもんでしょそれで、矢上総一郎の話の仕方を見てても、エル本体っぽいってのは分かるけど、本名が分からないよね。これがライトの決め手にかけるところ。で、ルの決め手にかけるところは、やっぱりどうやって殺してるか分からないし、証拠がないんだよね。この天才二人が、このもう花と花を擦り合わせるほどの距離にありながら、 なかなか決め手がないっていうところまで行くでしょここで何、何か停滞しそうな雰囲気あるでしょ停滞させないよ大場つぐみ先生停滞させないよここでテレビ放送が入ります。ザッね。え何起きんの緊急生放送ね。キラがね、俺たちの世界を良くしてるっていうアンダーグラウンドの流れが加熱して、キラは 神様だーみたいな番組が流行り出してた頃なんです。その緊急生放送でキラ,ライさ産番組がね、いかがわしバラエティ番組だなーって言ってやってる中で、今日はキラ本人からだと言われるメッセージを流しますっていう番組が始まるわけ。えライトは送ってないんだよ。偽物だよ。偽物の、偽物のキラが現れたぞ。ばっね。 L みたいな文字でキラっていう文字が出るんだけど映像がチープなんだ。なんかキラって変な文字をさ、ビデオで直撮りしたような、なんだ映像のクオリティ低いな、これ本物の、本物のキラかなんて言って、ね。そのビデオはその、えー、総一郎の病室から離れて後日見るんですよ。ね。後日なんですけれども、別々の捜査本部は捜査本部でその放送を見て、ライトはライトで家でそれを見るわけです。ね。キラ偽物だな。私はキラですと。 ビデオで流れるわけですね。俺じゃないのに。ねえ、ライト思うわけですよ。そんな中で、証拠にこれから殺していきますね。ええー、ー証拠を出すためだけに、凶悪犯でもない人殺すのねそこにいる、スタジオにいるパネラーバターン倒れて、死んだそれ以外の局にいる、テレビに放送出てる、名前が本名で、ねそれでテレビに出て顔も出てるって人がバンバン死んでいくわけ。 おい、おい、どうなってんだ、これ。偽物だと思ったら本物じゃねえかでもライトだけはしてるわけですよ。偽物なのに 死んでるぞ、おいなるわけですね。そしたら警察がバー駆けつけるんですよ。何をやってんだ放送を止めさせろね。生放送を止めさせろディレクターはですね、もう、あの、おかしくなっちゃってるディレクターね。これで数字が取れますぞなんて言ったんですね。放送、放送なんて言ってるんですね。はい、もう、テレビがおかしくなっちゃってる時ですね。<laughs> やらせ万歳みたいなね。もう、もう、事け事故万歳みたいなね、ディレクターがいるんですね。生放送を止めさせろとかってパトカーがバーテレビ局の前に行くんですね。それもカメラが生放送してるんですね。で、警官が降りるんですね。何やってるんだって言ったらですね、 その警官がバタバタバタって倒れていくんです。警官の顔がカメラに映った瞬間、警官がバタバタ倒れるんです。そこで全員が、補送作本部もライトも青ざめるんです。顔だけで殺せるやつだ。顔だけで殺せるタイプだ。これは今までのキラとは別人だ。それは、やり方も主義主張も、犯罪者を殺すとかじゃなくて、目に見えてる人を証拠だと言って殺してる。その雑さ、ビデオのクオリティのひどさ、そしてこの殺し方。 今まで、顔だけでは殺せなかった。それを報道の見え方を調べて分かってたんですよ。顔も名前も明らかになってる人だけが死んでたんです。だから顔と名前が必要だっていうのは捜査本部も分かってた。だから捜査本部ももう青ざめるんです。顔だけで殺せとるってなるわけですね。で、ライトもびっくりするんです。これ死神の目を持ってるもう一人の第二のキラだ。って第二のキラ登場。 同等の、このエル対キラがもうビッチビチのバッチバチになってるところで第大のキラというもうトリックスターが現れるわけですね。どういうことだって言って。それでこれはもう捜査を本腰でやんなきゃって言って、捜査本部にライトも呼ばれるんですね。どう思いましたかライトくん。その意見が聞きたい。エルが言うわけですよ。どう思いましたかそれをですね、どう思ったかについてですね、捜査本部も黙ってるんですね。 ライトを疑ってるから、ライトが何言うかが重要なんですね。これで、これは前と同じキラですって言ったら、自分が捜査で捕まりたくないから嘘ついてるって確証だって言う罠だろ、L! って。分かってるよ。俺も言うさ。これは今までのキラじゃないね。第二のキラだと思う。おー捜査員がわかるわけですよ。エルが言ってることと一緒だって。これは、このままだと暴走するから、 キラ本人からのメッセージだっていうことで暴走しないでっていうメッセージを出そう。って言ってキラ本人からのメッセージです。もうやめなさい。あなたのやり方はただただ人を殺してるだけです。キラ本人の思想とは違います。やめないと私があなたを殺します。そういうメッセージを返すんですね。そしたらもう一度第二のキラからメッセージが届くんですね。テレビを通して。嬉しいです、キラさん。わかりました。キラさんの言う通りにします。ただ私はあなたに会いたい。 第2のキラの目的はキラに会うことだったんです会いたい何言ってんだこいつライトはなるわけですけれどもその第2のキラ続けるんですねメッセージビデオの中であなたは目を持ってないと思いますが安心してください私はあなたを殺しません私が能力を持っているということは死神を見せ合えばわかると思いますキラそれ聞いてバカお前よっ 何言ってくれ。目の話とか死神の話、そこだよ、お前何ールアホやん。二人目アホやん。あかん、こいつ、ほったらかしといたら、もうこいつから足ついて、仕組みバレて、デスの音やばれて、それで俺の立場危くなり、アホやん。 代理のキラが俺の武器になるかもって思ったけど、こいつアホやったか。こいつなんとかしなきゃあかんぞ、こいつ。なんとかして、こいつのアホぶりをコントロールした上で、その上でうまく利用すればこいつは目を持ってるから、あーん殺し屋として使えるからな。よし、先押さえな、こいつ先押さえなあかんぞ、とね、ライトは思うわけですよ。そしたら、隣でエルもモンドウリュッんですね、バカーン倒れて、死神が存在してるとでも言う,言うのか これ何これどういうメッセージなんだとで。それをですね、ライトはごまかして、死神というのは、殺す何かの力のことを言ってるんじゃないのか。直接的な例えではないと思うよ。さすがに。みたいなこと言うわけですね。だとしてもどういう意味なんでしょうね。どちらにしろ、キラーもこの第二のキラー確保に動くでしょうから、そのキラーよりも早く我々がこの第二のキラーを確保しなければいけませんね。 第二のキラ争奪戦が始まるんですね。すると第二のキラからメッセージが届くわけですよ。ね。日記が届くんですね。だ何月何日の日記ですって言って。何月何日。何々何々。いろんなわけわかんないことが書いてあるんですけども。何月何日、青山でノートを見せ合う。これまで一度もノートっていうフレーズは警察にわかってないわけですよ。青山でノートを見せ合う。この日だーライトだけはわかるんですね。ノートが肝ですから。 何月何日に青山で会おうっていうことか。ね。だけどそっちの方に警察の目がいかないですね。警察にはですね、それよりも後の日付で、何月何日、東京ドームで死神を見せ合う。ここですよみんな言うわけですよ。捜査員が。あの言ってた死神っていうフレーズがあったから、ここで会おうとしてるわけですね。って言って。何月何日東京ドームだってなってんだけど、キラは、いや、青山だ。 分かってるわけですよ青山がポイントなんだ、ね、でも L は入念なんですねうんでも東京ドームかどうかは分かりませんよこのノートの中で地名が書いてあるのは3行しかありません何々青山東京ドームこの3日の全てをマークするべきですいうわけですね L は青山をちゃんとマーク入れるわけですよね青山でどう会うっていうんだねキラ分かんないわけですよライトはね でも青山どこだね。青山でノートを見せ合う。ね。青山のノートブルーっていうライブハウスがあるんですね。青山、青、ノートで調べると、その日にちょうどライブがあるっていうことがあるんですね。これをライトは気づいて、ノートブルーだなって。これは実際にね、青山行った人、あのー、わかると思うんですけど、ブルーノートっていうジャズのね、 クラブがあんだよね、有名な。青山でブルーノートって言ったらね、有名なジャズクラブがあるんですよ。うん。ここモデルにしてんだろうね。ノートブルーで会おうっていうのか。言って、ライトはその日、ノートブルーに向かう。だけど、もう一個上手なんだよね、第二のキラーはね。そこでもう一個仕掛けを作ってて、実はノートブルーに行くまでの道すがら、ライトを見れば、それがキラーだってことがわかるんだよ。 なんでかっていうと、実は死神の目というのは、名前と寿命が出るでしょところが、デスノートを持ってる人間は寿命が見えないっていう、そういう能力だったんです、死神の目っていうのは。それを、ライトは知らないから、どうやって判別するんだろうと思うんだけど、その第二のキラーは分かってんの。で、見、けた、言うわけですね。その青山で通りを歩くライトを見て、見つけちゃった。 あなたなのね、キラ。さ、帰ろうって言って帰るんです。その日は何もおかしいことはなかった。しかし、向こうの代理のキラだけがキラを見つけたんですよ。ねえ。お前はミサを守りたいんだろお前はミサを守りたいんだろレム。だとしたらお前にはやることがあるだろレム。渡りに話が通じてるぞ。渡りを通してもう13日ルールの検証が始まるぞ、レム。なった時にレムは、隣の部屋に。 スッと消えるんですねそして菊 YouTube 大学インボイシー全後編ノンストップでバックグラウンド再生も可能移動中や作業中のインプットに最適です概要欄のリンクからどうぞ Web コミュニティプログレス